ゴードンミラーは東京都墨田区にブランド発の直営店舗ゴードンミラー倉前をオープンしますブランド発直営店舗ゴードンミラーは東京都墨田区にブランド発となる直営店舗ゴードンミラー倉前をオープンするゴードンミラーは2017年に発足2019年からはコンセプトブランディングの刷新などを経てオートバックスのプライベートブランドから 単独のポリシーを持ったガレージライフスタイルブランドとして発展。カー用品やウェア、インテリアからオリジナルのカスタムカーまで商品ラインナップを拡大。ガレージから拡張するライフスタイルを様々な角度から提案するブランド。今回、ゴードンミラーが顧客と直接つながり、より ブランドとしての全体像を伝えるための試みとして初めての店舗を出店するゴードンミラークラマ前ではブランドとして展開するすべてのカテゴリーのプロダクトを販売さらに店内にはメンテナンスピットも併設し購入商品の取り付けやゴードンミラーモーターズオーナー向けのメンテナンスなどもこの店舗で行う予定という11月12日からの期間はプレオープンとして金土 日のみの営業となり、1月21日より、本オープンとして、全日営業、火曜提供を開始する。